参加することになりました。はい、今あのイングランド式シュート対決のね、サンフレッチェ広島対ウィナーズの、ね、撮影が終わったんです。私ちょっと初めての MC として参加したんですけど、まず目線をどこにしていいか分かんないのと、あとねめっちゃなんか緊張しました。初めてちゃんとして撮影したんで、ちょっとねうまくできてるか分かんないけど頑張りました。これからメンバーの方に映ってもらえるのかな、映ってもらいたいな。映ってもいいですか？映っちゃっていいんですか？映っちゃってください。いいですか？ベンチ組2人ですけど。いやいやいや。ベンチ組マスです。マスさんとジュニアさんです。さきちゃん。イエー、めっちゃ美味しちゃうです。ありがたいですね。さきちゃん。いや、ちっちゃいんですよ、めっちゃ。7センチ、7センチ。ウンパさんと全く同じ。並んでると9.5だった。9.5です、159.5です。マジで一緒なんですよ。高いですね。人が見える。ちょっとコラボしたいです。いやもう全然そんなんいいですか。でも俺らな、東京来たよ。壊れてる。いくらでもいつでも暇なんで。本当ですか？じゃあめっちゃ遠いよ。ゲームしかないよ、うちは。みんなでゲームしますか？コントローラー1個しかない。ああ、かも。待ってください。普段どういう活動されてるの？普段ですか？私はなんか医大生です。あ、賢い。いやいや、そんな賢くないです。医学部はね、ゲーム、文系もバッてやらなかったな。内科とかも、内科とかにもなれる。そうです。歯科医。歯科は違うんですよ。歯科は歯学部で。歯学部ね。内科、外科、脳外科。脳外科もなれますね。精神外科。精神科かな。そうなんですよ、実は。住所言うな。カメラが多いな。バイバイ。バイバイ、ありがとうございます。カメラ3つある。空気入れあるあるしてます。暑い時にあんまり出ない。来ますかそれ。来ますか。あ、ほんまじゃ。来る。ほんまじゃ。ほんまじゃ。広島弁ですかこれ。ジャケ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 。バーベキュー参加？バーベキュー参加したいんですけど。参加しよう。なんかダメか。ダメって。うん。このためだけに。そう、今日は1時間かけて。そう、また戻ります。時間15分。では嬉しいんだ、一応呼ばれたのが。裏側か。裏側。皆さん、コウジロウが発行してます。ここ住所です。晒します。晒します。晒せない。住所で書く。読むな。読むな。私が見てほしいな。こちらの靴です。工場さん。めちゃくちゃ遠い。いや、これはですね。エアマックス。あ、違う。いや、わかんない。これ履いてます。あげれば。ください。あげ、あげ、ダメ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 。プレゼント。僕の歯抜けちゃったんですけど、ここ。ウサギちゃんください、ここの歯。ちっちゃい頃に抜けた時点のところ。入試あげます。入試あげます。ウサギの歯コレクション。いただくわ。歯くっつけて歯はめよう。怖い。やりそう。イエーイ。お疲れ。お疲れ様です。みさきちゃんの YouTube これ。あ、そうです。ブレイブ、ブレイブ、イエーイ。いいですか？ありがとうございます。撮り方、撮り方。変ですか？頭一人棒とか言わないで。おもろい、おもろい。これは新しくない？これ、いつも出てるんですか？いつもこんな感じ。なんか、ほら、なんか、そう、つけて。あ、防衛やってるんです。まだ YouTuber 初心者です。初心者なんですよ。忘れてください。リアル感がいいんだと思う。あ、なるほど。このリアル感、みさきちゃんがこの顔面の半分を締める感じが。同級生なんですよ。99。っていうことはなーちゃんも一緒？あ、そうです。ルンパも一緒。その世代か。そうなんですよ。若いな。なーちゃんに会いたいです。
のあってください。なんちゃんの歯、おじさんに、おじさんに質問しないと。おじさんに、ほら、若いのだって若いのだし、悲しい。おじさん、間違えます、言ってないです。おじさんどうしたらかっこよくなれますかね、おじさん。かっこいいおじさん。イケおじになりたい。イケおじってかわいい。かわいい。ジャイさんイケおじな感じある。確かにイケおじです。イケおじ。まだおじじゃない。イケおに、イケおに。イケおにです。イケおに。イケおじの、あの、卵。卵。卵。食感だ。先だ。食感だ。ありがとうございます。じゃあまた、じゃあ、おじさんでした。ありがとうございます。からでした。はい、今からですね、ウィナーズの方はバーベキューして、その後にウィナーズトークっていうのがあるんですけど、その撮影に、ね、参加することになりました。で見える手振ってくれた。で、あの、初めてね、なんかウィナーズトークするんですけど、トークができるか不安で、ちょっとめっちゃ緊張してます。うまく喋れるように頑張りたいなと思います。じゃあちょっと待機します。めちゃくちゃもっとこの試合ご覧になりました。はい、見ました。はい、裏側動画どうでしたか。あとはあのウィナーズトーク初めて出たんですけど、ちゃんと喋れてましたかね。そのことについてもコメントもらえると嬉しいです。そしてちょっと溜めちゃったんですけど、私がずっと隠していたことをね、暴露したいと思います。皆さん、ウィナーズのこの動画覚えてますか。あのウィナーズがエドールと戦った試合なんですね。この試合ってやっぱりカイムさんが外したところ、ケイゴさんがナイスシュートっていうそのシーンがもうすごい印象的だったと思うんですけど、私が見てほしいのはこの試合が終わった後のこのシーン。じっくりよーく見とってください。ここ、わかりましたか？これ、私なんです。ということで、実は私はウィナーズのエドールの試合の動画に出ていましたという暴露でした。気づいた方いましたかね？いたらぜひコメント欄で教えてください。では今日の動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。